米沢東高校では男子54人、女子164人の合わせて218人が晴れの日を迎え、代表の高橋博史君に今井秀夫校長から卒業証書が手渡されました。式辞の中で今井校長は、これからの人生は常に前向きな姿勢で取り組めば確かな手応えを感じることができるでしょうと激励しました。続いて在校生を代表して生徒会長の磯部孝則君が花向けの言葉を送ると、卒業生を代表した山口孝文君が、自分の足で進んでいきますと答辞を述べました。最後は高校生活最後となる校歌を全員で合唱し、新たな一歩を踏み出しました。米沢商業では商業科119人、国際経済科38人、情報処理科79人の合わせて236人一人一人が壇上へ進み、後藤真也校長から卒業証書が手渡されました。式辞の中で後藤校長は、偽物になるな、感謝の気持ちを忘れるなと2つの花向けの言葉を送りました。また在校生代表の生徒会長浜田亮君が総辞を述べ、これに対し卒業生代表の佐藤光之君が、米小の卒業生であることを誇りにし、社会へ出ても精一杯頑張りますと決意を表しました。最後はお世話になった先生たちと握手を交わしながら学び屋を後にしていました。南陽高校では普通科236人、情報経済科80人の合わせて316人が卒業。各科を代表し佐藤涼子さんと平恵美さんの2人が卒業証書を受け取りました。中村直輔校長は、感謝の気持ちを忘れず、さまざまな場面で活躍していってほしいと卒業生を激励しました。また在校生を代表し2年生の加藤穂奈美さんが花向けの言葉を送ると、これに対し卒業生代表の柳橋豊孝君が、自分の言動に責任を持って頑張っていきますと決意を新たにしていました。卒業生たちは保護者や在校生の温かい拍手に見送られ学び屋を後にしました。高畑高校は普通科103人が晴れの日を迎えました。卒業証書の授与では各クラス代表の後藤新君ら3人に鈴木博樹校長から卒業証書が手渡されました。鈴木校長は、個性が重視される社会、自分に付加価値をつけていくことが大切ですと花向けの言葉を送りました。在校生を代表して生徒会長の梶博明君が総辞を述べ、卒業生代表の菅千春さんが涙で声を詰まらせながら、新しい場所で新しい自分を発見できるよう努力していきたいと決意を述べました。最後に全員で仰げば尊しを斉唱し、学び屋に別れを告げました。